こんばんは、仙人です。いやー、久しぶりに来ましたねー。今までね、深山狙いでね、山行ってたんですけどねー。まあ、今回はね、今ね、田んぼのあぜに来てます。これ違いましたねー。ねー、また今回もね、皆さんお付き合いよろしくお願いしますね。これは虫じゃないね。ね。ちょっとね、いろいろと見ていきましょう。出てないな。まあ、あったかな。ね、山のね、奥の方に行ったらね、深山が取れるってね。まあまあ、オーバーの話ですけど、山奥まで行ってね。取っては行ってたんですけどね。あそこまで行かなくても取れるかなと。はい、今回車から降りてもうすぐのとこですね。田んぼなぜです。とわわわが迎えてくれましたね。キモいですね、高橋のムカデ。深山ですね。いい感じですね。ペアで言いますね、ペアで。おお、交尾中かな。いやー、ええ交尾ですね、冠ね。まあまあのサイズかもしれませんね。あ、交尾してるね。落とそうか、網で取ろうか、網で取りますか。嫌な予感がします。入ったか。残念。オーノー。残念。探しようがないですわ。行ってまいりましょうね。いやー、やはり奥行きましょうか。あぜで取れたら楽なんですけどね。さあ、ここから本ちゃんですね。深山狙い、皆さん付き合い頼みますよ。じゃーん、どうかな。黒いやつは何でしょうね。おーれ、深山ですか。深山ですね。これもいい形ですよ。いやー、やっぱりいるね。出てきましたね。いやー、けど今年私取るの遅いかな。まあまあ遅くてもね、取れりゃいいかね。ボスのみか、ペアでいないか。ついてる。こっちについてる。え、これ深山か。まあ落としましたね。ナイス。いやー、こ
このメスはノコギリのメスだわ。Oh, no. ねえ、これ宮間もキョトンとしてますやん。あれって言って、お前誰やって言うやつ聞かれますか。それにしてもこのオス、金毛がついて感じや宮間ですね。この木はどうかな。これまたツタだらけですね。ただこれね、見えますか皆さん。これ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 。これ宮間ですよ。ねえ、これペアですね。おそらくね、お尻見えてね。おそらくペアやと思うんですけどね。オス2匹かな。これね、落としてみないとわかんないんですけどね。他にもついてないかね。ちょっと見ていかないとダメですよね。ここでしょ。こっちよったらかな。さっきも逃がしてるだけにね。落としておきますね。うん、ペアでしたね。後でね、あの最終を見に行きますね。おっと、これなんだこれは。ミヤマじゃないね、ノコギリのメスですね。おメスか。ねえ、リースしときましょうか。もうまたこれ、ツタが多いね。何かしらボンボン飛んでるような雰囲気もしますし、ガーやね。あそこパタパタとなってるとこ見えますか皆さん。これね、黒いとこね、なんかいるねこれね。よい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 よ、これちょっとメスですね。宮間のメスか、何もいないですかね。今のとこ、これ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 、もう何かついてるね。光ってますね、テカってますね。そしたらこれバラバラになるよ。泣いちゃうかな。ついてませんかね。これまでかな。雰囲気のあるところなんですよね、この場所ね。違うね。これ、オスもいますよ。わーお、これ。なんと。でかいっすよこれ。なんと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 、よう来ますよこの木。これね、この上ね、これ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 。おお、上にもおる、おるおる、部屋でおる。やった、なんとよう受け付いてますよこの木。この木アウトですね、蹴ったらね。もうね、これ呼ぶでしたら一つ一匹ぐらいしか見つけられへんのちゃうかな。蹴り入れてみますね。まあまあ開けましたよ。あそこも何かいるね。後のお楽しみですねこれ皆さんね。はい、これは何でしょうか皆さん。コウギリとね、
仲良くいるかねえ、これね。OK、落とします。いやー、ご苦労さん。今日の取れ高ですね、まあ、なんとかね、三山がポロポロってオスが取れた、オスというかね、ペアで取れましたね。70は、いやー、切れそうないね。65ミリはありますね。今回、そこそこ大きいやつはね、お持ち帰りさせていただいてね。小型のやつもね、この中に混じってるんですけどね。この小型のやつはね、後でね、リリースしていきますね。まあまあの出来ですね。けどね、初めにね、網で落としたやつね、あの虫はごっつかったんちゃうかな。ラッキーさん、和人さん、どう思います？あれ、でっかかったと思うんやけどな。残念やな、あれね。春樹さん、京都に来られてたということなんですけども、最終ね、取れましたか？まあ私はこれだけですけどね、なんとか取りました。なかなかね、まっちゃん70ミリは取れんね。まあね、これだけね、三山がいるっていうことなんですんで、次はね、70ミリね、目指してね、頑張りたいですね。取りたいですね。シューマイさん、どうですか？飼育ケースとにらめっこしないで、少しは違う方向に目を向けてもらってもいいんじゃないですかね。あとは虫に任せましょう。いい感じのね、答えですよね。金毛が乗ってね、これがね、日数が経つとね、金毛がなくなるんですよね。すってんてんの三山になるんですけどね、かっこいいですね。グロテスクですね、なんかね、ゴツゴツとしてかっこがいいですね。次は70ミリを目指して最終頑張りますね。皆さんも頑張って70ミリオーバー取ってくださいよ。今回はね、三山を求めての動画でしたが、まあ次もね、同じく三山を求めて70ミリですね、70ミリを求めて採集している動画を紹介させていただきます。ご視聴よろしくお願いします。本日の動画はここまでになります。最後までお付き合いしていただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。見てください、マッキンキン。